は柳沢淳です。柳って呼んでください。シドニーの日本人学校に現れたのは元サッカー日本代表の柳沢淳さん、小笠原光雄さん、曽我畑仁さんです。何が夢だったかというとお金持ちになること。この訪問は同じ元日本代表で現地で子ども向けのサッカー教室を運営する田代雄三さんの招きで実現しました。こちらシドニー郊外にある日本人学校のグラウンドです。真夏の太陽が照りつける中、このように和気あいあいとサッカースクールが行われています。また柳沢さんが現在監督を務める鹿島アントラーズのユースチームの選手も親善試合などを行うために来ていて、日本人学校の子どもたちと一緒にサッカーをするなどして交流を深めました。とても楽しくてやったのが嬉しかった。大きくなったらサッカー選手になりたいです。本当になかなか外に出る機会が少なかったので、まあ、こういった機会っていうのは本当に貴重ですし、来てよかったなというふうに改めて思ってます。ユースチームの選手たちが海外遠征できるのは新型コロナの影響などでおよそ3年半ぶりだということで、元気な子どもたちからエネルギーをもらったと話す選手もいました。ニュースディグ。